医薬、食品、化粧品などの分野では分散安定性、溶媒親和性の評価が重要です。川のラボでは体積磁化率の測定によってインクが水に混ざる様子を数値化することができます。体積磁化率には可塑性があり、溶媒の吸着体積を求めることができ、その吸着量から溶媒との親和性を数値化します。株式会社川のラボは、川野が大阪大学にて開発した磁化率測定とナノメジャーといったユニークな手法で、これまでできなかった粒子の濡れ性や分散性の評価や迅速で正しい粒子計測定を提供しております。これはフタロシアニンの結晶系の違いを磁化率で評価した例です。原薬の結晶系の違いや水和結晶、アモルファスの評価をより迅速に簡単に行うことができます。これは生クリームの測定例です。生クリームは油滴の周りに分散剤が吸着した状態にあり、これを水に分散させました。冷蔵庫から出して時間が経つにつれ、分散剤が取れて水と油滴に分離していく様子を磁化率変化として確認できました。これは乳酸菌の磁化率測定の例です。血球をはじめ様々な細胞を生きたままの状態で評価することができます。粒子評価から人類の未来をお客様と共に創造します。日本の分析技術を世界へ。分析はコストから付加価値の創造へ。株式会社川野ラボ。